yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane。どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はですね、この MacBook、最近ですね、いろいろあったんですけれども、復活をしてですね、すごく使いやすくなった2020年版ね MacBook Pro なんですけれども、こちらにですね、つけていく、アクセサリーですね、周辺機器のご紹介をねちょっとねしたいなと思っています。この MacBook ですね、いくつか周辺機器っていうのはあるんですけれども、その中でも、一番ね使用頻度高いというか多分必須になるんじゃないかっていうのが USB-C のハブなんですね。こちらのね MacBook Pro もそうですし、今のね MacBook Air もそうなんですけれども、端子がですね USB-C の端子しかないんですね。で本来はね、全てのデバイスがこの USB-C で、つなげられればいいんですけれども、まだねちょっと時代がそんなにこう追いついてないというか、対応してない機種も多いので、HDMI だったりとかね SD カードだったりとか、また USB-A とかね、そういった他の端子をこの USB-C につなげるために USB-C のハブっていうのが必要になるんですね。でそれがね、各社いろいろ出てまして、で僕もいろいろ試してます。本当に10じゃ効かないですね。10や20じゃ効かないぐらい USB-C のハブっていうのは試して、実際に使ってみて、どれがいいかなっていうふうにこう選んでるんですけれども、なかなかですね全ての要素を兼ね備えたこれ1本で十分っていうね、もう完璧なハブ、理想のハブっていうのがなかなかこう、見つからずにいたんですね。これはあるんだけどこの機能がないとかね、これはついてるけどこれが足りないみたいなところが、どのハブにもあって、なかなかねこれがこう、最高の一本ですみたいなものっていうのをこう見つけられなかったんですね。なんですけど、先日ですね、これは全部入ってるなというか、もう全部盛りだなっていうハブをね見つけたので、今日はそれをご紹介したいなと思います。そのアイテムというのがですね、こちらになりますね。QGM っていうねメーカーから出ております、USB-C のハブですね、USB-C8 ポート、8ポートの、タブですね、こちらを、最近ね買ったんですけども、本当にね全部欲しい機能がね入ってるんですよね。本体はですね、こんな感じになっています。アルミ素材の、メタリックなねハブで、としてはね、あれですね、サテチっていうね、僕はよく使っている周辺機器のメーカーがあるんですけども、そことね、すごい近い感じですね。アルミニウムのちょっとね、この硬質感のあるボディ使われていまして、で、こちらはね、表面はアルミなんですけれども、裏面ですね、こちらはラバーになっています。接地をね、した時にですね、このハブがずれないようにですね、この底面がラバーになっているっていうね、仕様ですね。確かにこれすごくありがたいというか、この USB-C のね、ハブ、僕もよく使うんですけども、生配信の時とかそのハブがね外れちゃうと配信が止まっちゃうんですよね。なのでかなりこのハブの安定性というか、ハブの接続するところをね、しっかりしてるかどうかってね大事なんですけれども、こちらの QGM のハブに関しては、ここにですね、ちょっとストッパーみたいな溝の部分があって、これでしっかり底面を支えてくれて、かつですねこの裏面がラバーになっているので、こうズレはね防止してくれるっていうところで、かなりね、安定感のあるハブなんじゃないかなっていうふうに思います。で、こちらのね USB-C のオスの部分ですね、 MacBook に接続する部分はこの2つ、2ポートをこうやって接続する形になっています。で、じゃあ実際のですね、このハブの、内容というかですね、搭載している端子、これちょっとお話ししていくんですけれども、先にですね、結論というか、もうなんでねこのハブを選んだかってポイントがもう明確に1個あるので、それをね先に言ってしまいます。それはね、ここですね、この SD カードスロット、この SD カードスロットがこのハブねすごくよくできてて、なぜかというと、この SD カードスロットがですね、UHS-II っていう規格にね、対応してるんですね。UHS-II っていうのは、SD カードの、ね、規格の一つで、すごく簡単に言うと、高速にデータのやり取りができるものになっています。で最近のですねカメラ、一眼のカメラってこの UHS-II に対応しているねものがすごく多いんですね。α7 シリーズだったりとか、僕が使っているね富士フィルムの XT4 だったりとか、あとはね EOS の R シリーズだったりとかっていうところで、 UHS-II がねかなりねこう、標準化してきたというか、もう普通にね使う人が増えてきたんですね。
なんですけど、このハブで UHS2 に対応しているものってね、結構少ないんですよ。専用のカードリーダーとかはね、出てたりするんですけど、他のと一体型でここがちゃんと UHS2 に対応しているものって本当に少ないので、ここがね、もう本当に選んだ理由の一つですね。僕の場合、動画のファイルを扱うことが多いので、すごくまあ容量が大きいですよね。10ギガとか20ギガのファイルをねすぐ使うんですけれども、まあ、それをね普通の SD でこう移転しようとすると結構時間がかかるんですね。なんですけど、こちらですと UHS2 の規格なので、本当にね、こんな感じですぐね10ギガとか20ギガのファイルだったらもうすぐね転送ができちゃうんですね。ということで、そのまあ動画っていう用途も含めてですね、この UHS2 の SD カードスロットを搭載してるってところがねめちゃめちゃ大きいですね。で、もう一つねポイントとしてはですね、こちらですね、こちらに USB-C の端子があるんですけれども、ここはですね 87W の充電に対応しています。この USB-C の端子って、その機器ごとにですね対応しているワット数っていうのは違うんですね。で、僕が今使っているこのね MacBook Pro の13インチの場合は60W の給電ですね。 60W の給電でフルスピードで充電ができるんですね。よくあるのは、こちらのね MacBook が 60W なんですけれど、こちらのハブの方がですね 60W までの給電に対応していなくて、充電の、ね、速度が下がってしまうっていうことがねよくあるんですね。でその点ね、こちらのね QG のハブは 87W まで対応しているので、まあ、MacBook Pro 13インチもそうですし、 MacBook Pro の16インチとかでもね十分ね、これ充電できるパワーを持っています。このね、対応しているワット数が高いっていうのも、ポイントの一つですね。まあ、大きくはねその2つかなと思うんですけど、まあ、他にもね特徴で言うと HDMI の端子ここについています。でもう一個ですね、こちらにもですね HDMI の端子がねついていて、端子がね2つあるんですね。なので、デュアルディスプレイとかトリプルディスプレイですね、こちらの MacBook 使って、プラスね外部ディスプレイを2つ使いたいって人ね結構多いと思うんですよ。僕の周りでもね何人かいらっしゃるんですけれども、そういう人たちにとってねこのね2つ、ポートがあるっていうのはねありがたいですよね。まあ、分配器とかいらず、これ挿しただけでもう2台ね同時にディスプレイ接続ができるので、まあ、そういう意味でもねかなりこれはですね機能詰まってるハブなんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、一応ね他にも端子説明しておくと、最大ね 5Gbps の速度でデータ通信ができる USB-C の端子が1つ、USB-A がね2つ端子がありまして、であとここはね SD カードの他にマイクロ SD ですねも入りますっていう感じですね。これで合計8ポートのハブっていう形になっています。本当にここまでね全部売りのハブって本当に探したんですけどなかなかないんですよね。このね HDMI の端子があって、でかつ UHS2 の SD カードスロットが対応していて、でさらにですね 87W っていうね大きな電力で充電ができるっていうハブですね。こちらの USB-C のハブですね、まあ、どんな人におすすめできるかって簡単にまとめますと、一つは MacBook Pro の13インチもしくは16インチを持っている方、 USB-C のハブで、このね給電のところが 60W 以上あるものっていうのはやっぱりねこの MacBook シリーズね、特にプロシリーズと相性がいいので、MacBook Pro のね13から16インチ使ってる方はぜひねこちらチェックしてみてください。で、2つ目ですね、僕みたいにこうやって動画を撮る方、そしてあと写真もローのファイルを使って重いねファイルをやり取りする方っていうのもすごくおすすめですね。 UHS2 のねこの SD カードのスロットがあるおかげでかなりね高速に、これデータ通信ができるので、カメラをね、持っている方、きちんとしたカメラを持っている方にはこれすごくおすすめできます。で、まあ、3つ目はですね先ほども言った通り、まあ、デュアルディスプレイ、トリプルディスプレイみたいな感じでこうディスプレイをたくさん使う方、このハブを1つ挿すだけでディスプレイね2台にねつなぐことができるので、すごくね手軽に使えて便利なハブかなと思います。で、Amazon でね今だいたい値段で言うと6000円ぐらいだったかな、6000円7000円ぐらいで買ったんですけれども、まあ、このね USB-C ハブがあれば本当に大抵のことはできます。ほとんどのことはこれ1台で解決できるので、本当に買って損のないねアイテムなんじゃないかなというふうに思います。まあ、あんまり聞いたことないメーカーだったんですけれども、まあ、僕がね、使ってみた感じ、しばらくね数日使ってみた感じ、すごくね動作もいいですし、通信も早いのでおすすめできるなっていうふうに感じました。
というわけで今回はですね、こちらの USB-C のハブちょっとねご紹介したんですけれども、こんな感じでね、ちょっと USB-C だけじゃなくてですね、こちらの MacBook 周辺の機器ですね、またちょっとまとめた動画、撮ろうと思いますので、そちらの方もね引き続き楽しみにしてもらえると嬉しいです。はい、こんな感じですね、このチャンネルモノグラフでは、いつもこうガジェットだったりとか、あとはこうインテリアの話しておりますので、もしねこの動画がいいねと思ってくれた方は、ぜひいいね、もしくはチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。